こんにちは。5時になりました。鐘がまだ鳴ってないですけど、お久しぶりです。あ、鳴りましたね、今ね。はい、5時になりました。ゆかねえのハッピーライフリスタートが始まります。はい、この番組は、人生は、リセットできないけど、ごめんなさいね、ちょっと待ってくださいね、久しぶりでちょっと緊張してます。私どうしよう。人生はリセットできないけど、人生はより良い方向に進めることができる。大事なのは今の現状を受け入れてリスタートをする、その思いで番組を作りました。ありがとうございます。今ちょっとね、お隣にゲストさんいらっしゃるんですけど、ちょっと待っててくださいね。はい、この番組のご覧の皆様へ、当局はコロナの間で開局をいたしたため、スタジオ内は窓があります。放送中に今ね流れてますけれど、緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入ることがありますが、ご了承ください。こっちでした、ごめんなさい。はい、ありがとう、ありがとうございます。はい。こんにちは。よろしくお願いします。はい、まずね、今日隣にいらっしゃる方は、ミセス・オブ・ザ・イヤー2024年、神奈川大会の、SNS メディアショー、はい、を取った高橋のり子さんです。まずよろしくお願いいたします。はい、ミセス・オブ・ザ・イヤーのちょっとご紹介をさせていただきます。どんな大会かね。はい、ありがとうございます。はい、まず、統括プロデューサーが、以前にも私と一緒にラジオをやっていただいた石井のり子さん、統括プロデューサーです。のりねですね。はい、で今回、2024年で、山口大会と、神奈川大会を一緒に同時開催をしたんですけれど、ちょっと画像を動かせしてもらって、赤いやつですかね。はい、これが、あ、後ろ姿だけでしたね。あ、でも出てきます。出てくる、はい、はい、これがね、高橋さん、これすごいですね。ありがとうございます。素敵。緊張しました。はい、結構しました。ですよね。ミセス・オブ・ザ・イヤーの、神奈川大会は、ブリリアンっていう部門と、はい、プレシャスっていう部門、2つがあるんですよね、確か。違ったっけ、あともう1個あるんですか。エターナルと、はい、紹介してください。はい、はい、怒られちゃいますね。怒られちゃうよ。部門が4部門あるんですよね。はい、はい、それでね、いろんな方が今回出場されて、はい、開催されたのが9月の20日に、私もちょっと見に行ったんですけれど、最初ね、ラフなジーパンと T シャツからスタートして、はい、もうなんか自分アピールっていうところでね、うん、たくさんの方がエントリーされて受賞されて見てましたけど、また感動しましたね、これはね。毎回ちょっとね、感動なんですけれど、皆さんがこう最初の頃とレッスンをたくさん受けてきて、いろんなね苦労がありながら、最後大会に向けて頑張っていくっていうところを見て、もう感動ですけれど、まず最初に高橋さんは、はい、なぜこの大会をね、出ようと思ったんですか。はい、実は今回2回目なんですね。あ、そうなんですか。そうなんです。2年前に出させていただいて、うん、はい、その時は日本大会には行かれなかったので、うん、一度日本大会にはどうせやるからには行ってみたいと思い、リベンジをしました。はい、すごい。どこの大会で出られたの。あ、2年前も神奈川。あ、そうなんだ。はい、すごい。なんで、はい、そもそも、はい、ドレスとかを着たことがなかったので、はいはい、もちろんドレスを着てランウェイを歩いてみたいなというの、うん、単純な思いもあったんですけれども、はい、私実は体育大学を卒業して、ずっとフィットネスのインストラクターとして、はい、またトレーナーとして31年
31年、はい、すごい、この世界でやってきたので、はい、あの周りの皆さんは元気はつらつでポジティブだ、うん、はい、という印象で見てくださってるみたいなんですけど、うんうん、実はそれはこの外側でそう見せてるだけで、うん、結構不安に覆われて、はい、とか、うん、あの失敗したらどうしよう、これうまくいかなかったらとか、うんうんうん、あの何かクレーム来たらどうしようとか、うんうん、結構こうマイナス思考に覆われてしまうことが非常に多くて、うんうん、見えないですね。ねえ、人は見かけによらないんだね。そうよく言われるんですけど、うんうんうん、でもそれを多分こう仕事とかで元気に振る舞ってるからかもしれませんが、うん、はい、一人になった時とか本当ネガティブ思考にも支配されちゃうような感じで、すごく生きづらいというか、毎日が辛いっていう時があったんですか。結構若い時もあったし、うん、また40代になってから、うん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 、そういうことがすごく多くて、ね、あの素敵なドレスを着て、うん、素敵なメイクをして、うん、ランウェイとかを歩いたら自分が変われるんじゃないかと思って1回目挑戦しました、うん、なるほど、始めてすぐとかなんかこうありますなんか、あ、自分はこう変わってよかったなっていうのがまず一つ、はい、で、あ、実は1回目は、うん、メンタルを変えたくて、はいはい、出たのにもかかわらず、うん、逆にメンタルが落ちて終わってしまって、うん、で実はそれをもう何ヶ月も何ヶ月も引きずってったんですね。あ、そう、1回目は、うん、あのビューティーキャンプ、はい、うん、あの本番になるまでの、うん、こう自分磨きの講座があるじゃないですか、はいはい、あのその講座が始まる初日から、うん、まあ、初日の直前から熱を出してとか、うん、でインスタとかを見ると、はい、同じ仲間がすごい頑張ってる様子とかがアップされるじゃないですか、うん、はい、焦りますよね。その焦りがすごいのが来てしまうと、うん、あの2時間後にだいたい熱を出すとか、え、そうなんだ。あ、それを3回かな、うん、繰り返して、まあ、その時は皆さんには言わなかったんですけど、うん、の繰り返したので頑張っては熱が出る、うん、で落ち着いてまた頑張ろう熱が出るみたいな繰り返しで、うん、結局、うん、最後はどんどんメンタルが落ちていった中での本番だったので、うん、ちょっと本番もきつくて、うんうん、であの時はもう写真も見たくないし、でも写真はあらかじめ買っていたので、手元には来てしまうし、はい、SNS で出ますって公表しちゃってるので、うん、報告はしないといけないかなと思って、うんうん、あの、ま、真正面の写真はでもね自分でも見れなくて、うん、アップできなくて、うん、まあ、自分で一応これだったらという、うん、歩いてるんだけど横の姿、はいはいはい、うん、それで私はもうみんなにも会いたくないなって、まあ、あの今だから言いますけど多分ね、その時の方が聞いてるかもしれないけど、うん、その時は全然もうみんなにも会いたくない感じで、ずっと半年以上引きずってきました。正直言うと辛かったんだね。そうですね、なんか、うん、あの人生で一番辛かったかも。そうなんだ。大丈夫大丈夫。いや本当に辛かったんだよね。なんか自分がそこまでメンタル弱いと思いたくもないし認めたくもないし、だけど現実体が動かなくて悔しくてっていう葛藤ですよね。でもきっとそれがあったから今回意味があったんでしょうね、はい、2回目に出ようっていう。で、あの去年も、うん、一応あのやっぱり日本大会っていうのは行ってみたいなと思ってたので、うん、去年も、うん、出ようかなと思ったんですけど、うん、去年は勇気がなくて申し込めなかったんですけれども、うん、今年に入ってから、うん、あの統括がですね、うん、あの代わり、はい、2年前にお世話になったビューティーキャンプでお世話になって、うん、あの個人的にもこうお世話にあのビューティーキャンプのその講座でね、うん、お世話になった方が統括になられたっていうのを知って、うん、のりちゃんですね、はい、はい、より統括だったら、うん、あの
楽しくというか、うん、できるかなと思って、うん、もう今回しかないないもうここだって、はい、エントリーさせていただきました。素晴らしい、なんかすごい頑張ったね、なんか嬉しい、なんかあのもらい泣きしそうやばいやばいねえ、やっぱすごいそういう思いをしてもやっぱり自分で次に前に行きたいっていう気持ちがあって、はい、実際に前に進んだことによって、はい、今回ねこうやって日本大会まで行くんですよね。はい、ありがとうございます、ね、でも始まった頃は意気込んでリベンジだと申し込んだんですけれども、うん、やっぱり気持ちがなかなか入らなくて、うん、のり統括に何度も、うんうん、いいのこのままでいいの、また同じになってしまうよと何度も何度も言われ続け、うん、はい、一応本番を迎えられ、はい、あのこのような、ね、賞をいただくことができて良かったです。いや本当に良かった、なんかすごい、はい、もうさのりちゃん本当に熱いからね、はいはい、あの一人一人に対してあのなんて言うんだろう、この人はこういう性格だから、うん、はい、こうしてあげなきゃいけないとかっていう、うん、はい、責任感と、はい、なんだろう、その指導力と、うん、なんか常にもうみんなを見てないのかなと思ってるけど、はい、ちゃんと全部見てて、はい、もうね、はい、本当に私もすごいなって思っているんですけど、やっぱり熱いんですね、はい、もうあのスピーチの、うん、1対1でスピーチの、はい、練習とかしてくださるんですけど、うんうん、はい、もう魂のスピーチレッスンですから、もうそれだけで、うん、あの本当泣きそうになったりとか、こう込み上げてくるものがあって泣きそうになったりとかありました。で2人で泣いてしまったりとかはあ、わかるわ。のりちゃん見てるかな、今日ちょっとね来れなかったんだけどね、いやそういうドラマがあるんですね、やっぱりすごい思いがあるんですね、うん、なんかこうもう言葉に出ないのりちゃんやっぱりすごいんだなって思います。なんかねあのいろんな大会私もあのね大会に携わることがあって、はい、あのいろんな大会見に行ってるんですけど、やっぱりオブザイヤーでもやっぱり違ってはい、いるじゃないですか、はい、でやっぱりねのりちゃんはね、うん、すごいなんかのりちゃん褒めまくってるけど私あのだから逆にその大会に出た人たちが、はい、なんて言うんだろう、ちゃんとビューティーキャンプで、はい、そのどんどん変わっていくっていうのを、うん、インスタ見てても分かるんですよね。だから陰ながら私応援してるんだからね、いつもねちゃんと見てるんだからそうなんか見ててやっぱりすごい皆さんが輝いてる、うん、であのファイナリストになられた方、まあ、グランプリ取られた方とかも本当に変わっていって、うん、あの見ててすごい楽しいんですよ。で他の大会と同じなのに、はい、なんでこんなに違うんだろうっていつも見に行ったと思うんですけど、やっぱり思いが違うんだろうなって、はい、だから一人一人のことをきちんと見てて、はい、それをちゃんと伸ばしてくれる、はい、で結果を出してるっていうところが、はい、もうすごいなって思って見てたんですけど、はい、どんどんこうなんか乗せてくれるというか、うんうんうん、こうちょっとあの気持ちが脱落しているところでも、うん、何かこううまくこう引き上げてくださるので、うん、本当やっぱり今回出てよかったです、出てよかったっていうところですね、はい、いやすごいな本当に。いやね、やっぱドラマがあるけどやっぱりのりちゃんのところはすごい熱いドラマですね、はい、そんな大変な思いをしてたとは全く思わなくて、もう大会の時にねあの見に行ったんですけど、はい、ちょっとその時の写真ありますかね。これがあの皆さんこれは受賞式の前ですね、はい、皆さんがねこうやって並んでもうピンと立って目の前にいらっしゃるじゃないですか、はい、素敵に、ね、いらっしゃって、で一番最初あこれね、はい、あの SNS、 この番組に出るっていうので SNS
メディア賞を受賞されて、私もちょっとこの時行かせていただいたんですけどね、本当にもうすごいなって思いながら見てたんですけど、一番最初登場する時、はい、T シャツとジーパンで、はい、登場されたじゃないですか、はい、あの時ってどうでした？ドキドキしてた？あ、でも、うん、ちょっとウキウキでした。あ、ウキウキ。まだ、うん、メインのウォーキングではなかったので、うん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 、ここはもう楽しもうと思って、会場の雰囲気もわかるし、はい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 、気持ちは乗ってました。あ、よかった。ね、なんか皆さんすごい楽しそうにやっていて、はい、あ、これじゃなくてごめんなさい、 T シャツとジーパンのやつなんですけど、あ、わかんないか、ないかな、いや、ごめん、私が1枚ずつ送ればよかったね。これが一番最後に撮ったやつですね。そうですね。私ちっちゃいので埋もれてますけど。確かに。そう。どこ？あ、本当だ。本当だ。あそこに行っちゃったんだ。もう私結構ちっちゃいので。そうなんだね。次お願いします。あ、これですね。あ、これは退場したところかなと思います。あと、そうですね。そうですね。神奈川大会はこのブルーなんですね。はい。ね。ブルーが地域によって違ってくるんですね。デザインが違うみたいですね。ありがとうございます。素敵、なんかかっこいいね。ちょっと今日とまた雰囲気が違う感じで、髪型が違うのかな。そうです ね、 ね、はい、かっこいいっていう感じのイメージですね、はい、そういう感じにしましたですね、はい、素敵、すごいね、ありがとうございます。今日ね、来ていただいてるのがその時のね、はい、ドレスですね、はい、あら、そうなんだ。おかしい、行かなかったんだね、ごめんなさいね、私のちょっとミスですね。T シャツとジーパンでね、はい、登場されてた写真がちょっとあったと思うんですが、はい、見ましたね。これ言ってなかったんだね。ごめんなさい。失礼いたしました。ちょっと写真をちゃんといただいてたんですけど、ちょっと今送りますね。一番最初ね、皆さん T シャツとジーパンで音楽に乗って、はい、一人ずつこう出てきたんですけど、ね、並んでか、はい、並んで出てきたんですよね、はい、その時はもう音楽に乗って皆さん踊りながらね、うん、ノリノリで、はい、でもその前にみんなで円陣を組んでたんだよね。あ、そうです、さすがだなと思いました、はい、あれがあったから多分、うん、緊張がほぐれて皆さん楽しく笑顔で、はい、作り笑いって、あ、これですね、うん、はい、うん、作り笑いってやっぱ分かるじゃないですか、はい、だけどみんな本当に楽しそうに、うん、中に入ってきてたんで、いやすごいなと思って懐かしい、もう懐かしいですね。そうですか、はい、まだまだ1ヶ月経った？経ってないかまだ、はい、そうかそうか、ね、たくさんの方がねこうやって出て、横浜で、大会があったんですけどね、はい、最初はジーパンで出場されて、はい、うん、でその後はもうこれですね、ウォーキングとスピーチをしていただいて、はい、まあ、審査に入るっていう感じの流れだったんですけど、はい、ね、もうスピーチもね自分で考えるの大変じゃなかったでしょ。大変だったでしょ。大変だったんですけど、ねね、うん、やはり統括の指導が、そうね、そうね、私文章力がないので、うん、いやそんなことないんですよ。いろいろもう初めそこのチェックから、うんうん、原稿のチェックからしてもらって、はい、うんうん、でちゃんと30秒で終われるように、うんうん、練習したの？練習もしましたし、うん、熱い指導を受けて、やっぱり自分ではわからない、はい、ですね、はい、自分の癖って、うん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 、なので語尾がこうだよ、ここがこうだよというのを、はい、本当細かく教えていただいて、うんうんうん、録音聞いたら やはり統括の言う通りで自分ではショックだったんですけれども、はいはいはい、前回は意外と適当と言ってしまったらあれですけれども、はいはい、こんなにきちんとやれてなかったなというのを今回感じました。なるほどね、なんかもう1から10まで、はい、
ね、全部指導して、はい、一人一人のりちゃんになったんだね、はい、やっぱね、すごいなすごいな。なんかこうね、考えたりすると思い出したりするとこうもう込み上げてきません？はい、実はそのスピーチが、はい、このリベンジをするっていうところのスピーチの内容だったんですね、はいはいはい、なので練習してる時にそれが言霊のように、先ほどもちょっとお話ししたんですけれども、はい、意気込んで申し込んだ割には、はい、なかなかこう気持ちが入っていかなくて、でも喋りたいのはやはりリベンジの話だったんですね、うんうん、でその気持ちでこれを喋るのもどうなのかなっていう話もされたんですけれども、はい、でもそれを練習していくうちに、うん、それがもう言霊になって、うん、本当自分の思いが自分でこう言霊でまたこう洗礼されたというか、うん、思いが出てきたというか、うんうん、自分の素直な気持ちを伝えることができたっていうところなんですかね、はいはい、いやすごいなね、はい、よく頑張ったね。頑張りました。でもこれからまたスタートだからね、はい、どうします、ね、言われたことをもう一回思い出してスタートをもう一回しなきゃいけないっていうところだけど、はい、今度は、うん、このドレスはですね、はい、2年前もこのドレスで出てで、うん、で今回はもうこれで日本大会に行けるようになったので、うんうん、今度気持ち新たにドレスも変えて新しくしたんですか、はい、してもう本当に気持ち新たにチャレンジをしようと思ってます。素敵、はい、輝いてるね。でもね、そう言っていただけると、うん、ちょっと自信になります。いや本当に輝いてます。ね、当日大会の時もね、うん、見てたんですけど、でもさらにパワーアップしたかも。あ、本当ですか。うん、なんか自分に自信満ち溢れてるっていうの、はい、言い方変かな、はい、うん、なんかそんな気がする。あ、それ一番嬉しいです、うんうん、本当にそう思います。ずっと自信がない自信がないでやってきたので。あ、でもねすごい気持ちわかります、はい、私もそうですから。え、そんな風に見えない。いやだからそれなんですよ。自分では そうなんですね。だからすごく気持ちが伝わります。あ、こういう気持ちだったんだろうなっていうのが、はい、私も実は違う大会で一回出たことあるんですよ。あ、そうなんですね。はい。でその時に舐めてたんですよね。でいざスピーチってなったら、はい、まず喋れない。はい、緊張して。はい、もう自分でそこで落ちました、うん、でそれがきっかけで自分はもっと喋れるようになりたいってなって、はいはい、たまたまタイミング的にのりちゃんにラジオやらないって言われて、はい、あ、これがきっとそのためにあったんだなと思って、はい、出るって言って最初全然喋れなかったんですよ、はい、いつものりちゃん喋っててもらって、私とだけうん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 ってずっと言ってるだけだったのね、はいはい、そうだけど今はこうやって一人でねできるようにだいぶなったんですけど、はい、なんかね、はい、喋れない、なんでこんな感じじゃなかったのにって思ったりとかっていう気持ちもすごい葛藤が気持ちがわかります。だからそこでリベンジして今すごい輝いて見えるのから、いやーすごい、頑張ります。 ね頑張ろうよいやすごいわ。なんかもう本当にこの間の会場の時に会った時より全然違います、はい、あ、本当ですか、うん、なんか今やってるんですか日本大会に向けていろいろと、そうだよね、はい、やってるよね、はい、だからねそれがわかる、全然違う。うん、ね、やったこう見えて年近いですからさっきね話しててね、はい、だからなんか同世代なんだなと思っていて、うん、やっぱ何かにこうチャレンジするってなかなか難しいじゃないですか、うん、私たちぐらいの年齢になってくると、はい、だけどそれをまたねリベンジするっていう気持ちを出してるっていうのは素晴らしいし、はい、変化してるっていうのがちょっとの間しか私見てないですけど、はい、感じるから多分他の人もっと感じると思う。あ、うん、だからみんなにちょっとお話したいです、ね、そうですよね日本大会は11月の
3日と4日です。3日と4日に開催されるんですよね、はい、楽しみだね。そうです ね、まあ、ドキドキはありますけれども、うんうん、今度規模が大きいので。そうだよね、はい、私の部門でも100人以上の方がいらっしゃる、はい、いらっしゃるみたいなので。45都道府県もう 全部だと思うのが47か、ですかね。そうか、うん、でその中で選ばれた方たちが、はい、ね、今回ねジャパンファイナルという、うん、そうですね、ところで、はい、11月の3日に、開催されるんですけど、はい、事前投票があるということをね、そうなんです、さっき聞いてね、始まってるんですね、はい、事前投票ね。そう、本番というか、はい、パフォーマンスは3、4ですけど、うんうんうん、もう実は始まっていて、はい、事前投票というのが、うん、あるんだね、はい、だからね、ぜひね、今お話いろいろね、はい、聞かせていただいて、この番組見てる方いらっしゃいましたら、はい、何日まで、10日の23時59分までに、はい、この QR コードをピッとやって、はい、それで、そこに何百人という名前があるので、はいはい、ミセスの、うん、プレシャス部門、はい、ミセスのプレシャス部門の11番が私、うん、高橋のり子、はい、なので、はい、この選択というところですね、はい、選択というところを押していただくと、こういろいろ出てくるんです。すごいすごい、うんうんうん、そうなんです。はいはい、ブリリアントの次がプレシャスなので、ちょっとこうスクロールをしていただいて、うん、プレシャス、あ、そこです、11番ね、ありがとうございます、はい、ここにポチッと、そして最後に送信ボタンがあると思うので、はい、送信を押していただくと、はい、私に1票が入るようになっております。はい、ぜひ励みになりますので、はい、ぜひ応援の1票をお願いできたら嬉しいです。すごいね、事前投票なんて、ね、もっとどんどんアピールしなきゃ、ね、そうですね、そうよ、そうよ、これ上位、うん、上位の何名かだけが当日加点されることになっているんですね、うん、だから票をたくさんこうやはりいただける、やっぱりそういう人柄の方とかっていう、こう人間力を競う大会なので、確かに、そうですね、もうここから勝負が始まっているので、うん、皆さんぜひよろしくお願いします。ね、高橋さんね、お願いします。ね、なんかすごい自分の思いがあってね、はい、こうやってリベンジして、うん、再度リスタートですね、うちのタイトルのように。そう本当にそうですね、ね、だからなんかすごい頑張ってほしい、ね、とってもそう思うので、うん、この番組見てる方はぜひ投票の方、はい、1票お願いします。お願いします。何票でもいいです。でもね、1票しかできなくて、あ、1人1票ですね、はい、AI で弾かれちゃうらしいです、ちゃんと、同じ方がやらないように、じゃあ拡散していただいてね、はい、どん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 こういう人なんだってっていうのをお伝えしていただいて、はい、はい、よろしくお願いします、ね、日本大会に向けていろいろこれからビューティーキャンプとかも始まるんですか。もう、この神奈川大会から私は出て、うん、はいはい、選んでいただいて出てるんですけれども、はいはい、日本大会に向けて一応神奈川の統括が、うん、神奈川の、うん、このファイナリー、神奈川から日本大会に行く方向けのビューティーキャンプを前回1回やっていただき、うん、はいはい、私は仕事で行けなかったんですけれども、うんうん、今月中にもう1回あります。そうですね、はい、そこでもう1回ね、おさらいじゃない、おさらいっていうの、あとその戦略ですかね、次の、うんうんうん、やはりこの間は、うん、チャペルでウォーキングだったんですね、はい、ね、うんうん、今度は舞台になって全然こう動線ですか、そうです、ね、違ったりとかポーズを取る場所とかも違ったりするので、うんうんうん、そういうところをもう一回みんなでこう、ね、戦略を立てながらというビューティーキャンプです。いいですね、ワクワクするね。そうですね、次のビューティーキャンプにはドレスもね、うん、着てると思うので、そうだよね、そうだよね、着て練習したいです、うん、いいですね、楽しみ、はい、またさらにパワーアップするんだろうな、楽しみにしていてください。わかった、楽しみにしてる、はい、ね、いいね、なんか何かにチャレンジしてる人って輝くよね、うん、
輝いて見える、はい、本当に。やっぱこうマイナス思考になっちゃってる人に会うと、はい、やっぱその人見るとマイナスのね、うんうん、オーラがやっぱりあるし、はい、プラスになってる人ってもう輝いて見えるから、うん、なんか自分でも分かりますよね、うん、この前回の大会はそうだったんですね。もう朝、当日の朝鏡を見た時に、うん、あ、今日の私全然いけてないみたいな、自分でもあの時は、うん、分かりました大丈夫、はい、うん、もっと自信持ってね、いっぱい、もう多分もう大丈夫ですよ、はい、ね、すごい、はい、楽しみ、もうずっといてください。え、なんで元気が出るからずっといいよ、ついてきてください。いいよ何もしてあげられないけど、そばにいることはできるよ、はい、癒して、癒すことはできます。ぜひぜひお願いします。ありがとう、わかったねえ、なんかすごいいいな、私もちょっといく、うん、いつかまたもう一回チャレンジしたいなと思ってるんですけどね、はいはい、60の時に自分どうなってるかなと思って、はい、その時にチャレンジできたらしようかなと思ってるんですよ。いいですね。でもその前に痩せなきゃいけない大丈夫です、大丈夫痩せなきゃいけないんですけど、いいな。じゃあ今はこうなんか日本大会に向けて自分は今これを絶対やっていこうとかってなんか決めてると思うんですけど、はい、なんかあります？もうヒールは、うん、あの一回履かなくなっちゃうと多分あのやっぱり久々の時って歩けなくなるので、うん、ヒールはもう1日にもう5分でもいいから、うん、まずちょっと1回は履こうというのは実践しているのと、うんうんうん、あとやはりまだこうメンタルを乗り越えなきゃいけないところがあるので、うん、ちょっと自分癒しのために鏡を見て、うんうん、のりちゃん愛してるよって自分大好きって言うのがいいんですよね、うん、そう聞いたので、それを実践するようにしています。ちょっと恥ずかしいんですけど、いやでもいいんですよ。でも少しずつそれも慣れてきました、うん、あの15センチ、私は14センチなんですけれども、人によってはもっとやっぱ15とか18とか履いてる方いらっしゃいますね。私も15センチ16センチか、はい、ヒール履くんですけどたまにね、はい、いや大変、あれをウォーキングするの本当に筋肉使うしね、うんうん、筋トレもしなくちゃいけないしね、はい、あらコメントが来た、はい、ありがとうございます。あ、そういうのもあるんですね、はい、あーいいねやだのりちゃんありがとうございます。ね、あのちょっとね、はい、用事があって来れなくって、今急いで帰って来て見てくれてるらしいです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あら、いいじゃない、はい、どうする、頑張るよ、はい、もう今回はもうドレスも変えましたし、そう、ね、気持ち新たに、そうね、はい、ちょっと今、はい、パワーもたくさんあるよいただいたので、はい、頑張ります、はい、頑張って、え、頑張ってじゃないよ、はい、少しポージングを見たいちょっとここ足元は映らない感じですね。足元は映らなくていい。ポージングってどうやるんですか？まあ、いろいろあるんですけど、うん、ちょっとポージングが見たい。あ、なんかちょっと、あれで映るんですね。そう、あれ。大丈夫？はい、あ、そうそうそう。ちょっとなんか恥ずかしいですね。狭いよね。ごめんごめん、はい。なんか音楽流れるのかな、普通ね。あ、でも、大丈夫です。セクシー。セクシー。はい、はい、次。はい。次。はい。はいはいとか言って、はいいいね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 こんな感じですね。ごめんなさい、はい、ちょっと待ってね、よいしょ、はい、ありがとうございます。いいね、大丈夫かな、踏んでないかな、はい、ね、あ、ポージングとかも大変だよね、そうです ね、あのこの間は、うん、あのちょっと私、はい、あの髪型をね、この間の髪型も見ていただけたら分かると思って、はいはいはい、ちょっと かっこいい感じでいこうかなと思っていたんですね、うん、それがあのチャペルで、うん、それでいて、はい、はい、チャペルでそれでいてあの曲調がもうものすごく、うん、もう本当天使とかがいっぱい出てきそうな、うん、チャペルだからこその曲だったので、はい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 、すごい大変でした。ちょっとかっこよくやろうと思って練習をしてきたのに、
当日、まあ、と何日か前には聞いてるんですけれども、うんうんうん、それでもなかなか合わせられなくて、うん、あれが一番私は苦労しました。あ、うん、どうしても曲調、あの雰囲気とあの曲調に、うん、合わせなきゃ、なんかやはり浮いちゃうなと思って、そこに近づけよう近づけようとして練習はして、うん、したんですけれども、うんうんうん、でも当日はやっぱり自分の中で緊張はそこまでしてないなと思ったんですけど、はい、思ってたけれども相当緊張してたみたいで、すごいは歩くの早いし、うんうんうん、ポーズもなんか自分でやってても、うん、ポーズを取るのが早いとかうん、うん、思った以上に早くなってしまって、うんうん、より、うん、ちょっと理想とかけ離れていってしまったかなというのがまあ反省点で、でも、うんうん、やってみたから分かった、やっぱり、うん、本番は思ってる以上に緊張すると、うん、はい、もう心拍数も上がって、うん、動きが速くなってしまうんだなというのが分かりました。そうですよね、人を書いてください。そうですね、人を書いてね、3回、はい、始まる前に、はい、で周りはみんなかぼちゃで、ね、そう、はい、次回はそれでいきたいと思います。そう、私はシンデレラよぐらいの勢いで、はい、綺麗なのよって言って、はい、もう威張って言ってください。わかりました、はい、威張るっていうか可愛いって感じですね、うん、今度ね、はい、違うのかな、イメージ、シークレットで、あ、シークレットか、そうか、まあ、いいですけれども、うん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 、はい、ちょっとまたねイメチェンしていきたいなと思います、ね、すごい、またイメージがこうね変わっちゃうかもしれないけど、はい、なんかどんどんいい方にこう変わってってるから、はい、いいですね。はい、コーチング頑張ってよ、はい、頑張ります。手の動きとかね、はい、大変だからね、はい、うん、分かりました、私できないですけど、はい、頑張ります、はい、とにかく帰ったら練習します。そうだ、はい、いろんな人の子を見て参考にするといいみたいですね。そうですね、それでイメージしてみたいな、はい、で自分流に作っていけば、はい、きっと素敵なポージングができると思う、はい、なんでさ新人になってしまったいやいやいや、全然でも、はい、普段こうね、インストラクターとかやられてるから、はい、自分が指導する側だからさ、はい、指導されるとさ、はい、はいってなっちゃうよね、はい、指導者になった気分でやったら気が楽じゃないですか、はい、そうです ね、 ね、はい、全然指導者になれるんで、はい、やってください。わかりました。私は指導者よみたいな。そうですね、はい、確かに本番の時はそういう気持ちは、うん、消えちゃいましたね。消えました。はい、行きましょう、それで、はい、レッツゴーで、はい、レッツゴーでやべ、昭和昭和でなんですけど、はい、ね、もう教える側になった気持ち で、ね、はい、大きい気持ちで行っていただいたら、はい、もっと良さが出るような気がします。はい、ありがとうございます、はい、なんか全然大丈夫ですか、はいね、楽しみだな、はい、当日それを見るのが、見に行きますからね、はい、ぜひぜひ今から約束しておきます。はい、ありがとうございます、はい、4日ですね、はい、私は4日です、はいはい、見に行きます、ね、素敵に変わってるんだろうな、はい、いいな、変わるのって、ぜひぜひ一緒にえ、私なんか言った、変なこと言った、大丈夫、はい、大丈夫、はい、なんか言葉少なくなってきちゃったけど、のりちゃん聞いてるから緊張してんの？大丈夫、緊張しなくていいから、はい、言葉が少なくなっちゃって大丈夫かなと思って、全然大丈夫です、本当、はい、よかった、ね、でも楽しい、楽しんできた方がいいですよね。でもやっとですね、楽しめるようになってきました、うん、すごい、はい、でもメンタルすごい強くなったと思う。だといいんですけどね。いや強い、だといいじゃなくてなってる、うん、うん、それだけ変われるんだもん、すごいよ、はい、すごい、感動しました、私は、はい、ありがとうございます。今度は嬉し涙を流す。そうだね、私も一緒に泣くかもしれない。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ一緒に泣きたいな。はい、その時はハグしてください。分かった、よしよしってしてあげるね、はい、でもいいな、なんか楽しみだね。そうですね、うん、毎日じゃあヒールを履いて歩いて、はい、うん、
でもドレスもそろそろ来るので、うん、早く着たいんですドレス。そうだよね。それで歩く練習だったりね、はい、ポージングだったりね、はい、いろいろ練習することいっぱいだよね、はい、うん、盛りだくさん。そうですね、楽しみ、うん、悔いのないように、うん、いや本当そう、うん、多分一生懸命やってそれが出せたら、うん、どういうもちろんねティアラは狙いますけれども、はい、どういう結果に終わっても自分が満足できる、うん、後悔ないようにね、そうですね、うん、はい、そのために毎日 120% 出して、それが理想ですね、出せますよ、大丈夫です、 120% 確かに、はい、はい、出して、うん、全然いけます、はい、当日はキラキラ輝きたいです、そうしてほしいです、うん、でもね本当に全然変わったんでね、はい、この間お会いした時と全然また雰囲気違うから、うん、はい、ね、120% いけるよ、はい、おみんなまたエンジン組んでやるのかな、はい、そうだと思う、ね、のりちゃん の,、うん、パワーをもらってね、うん、はい、元気いっぱいで自分をこう、ね、そうですね、全部出し尽くしたいですね、うん、出し尽くしてほしいです、はい、でもまだそこでは終わりじゃないのでね、はい、まだまだその先に、うん、まあ、日本大会があったりとかして、はい、あと自分がこう何年か後に何かをしたいって思った時に、はい、それを、ね、ステップにしていただいて、うん、もっともっとインストラクターの、はいはい、FTP コンディション、ああ FTP はねバレトンですね、あ、バレトンでしたっけ、はい、失礼いたしました、バレトンの講師をやられてるんでしたっけ、はい、そうです、そうです、あと何ですか、また違う協会の、うん、コンディショニング協会というところの、うん、コンディショニングトレーナーとして、はい、活動をしているので、はいはい、そちらの方でもいろんな方と出会って、はい、うん、ね、お客様とのこうセッションなので、うん、この経験をちょっと、ね、うん、生かして、うん、よりこうお客様に寄り添った、うんうん、指導ができるようになったらいいなと、本当にいろんな方と今回出会って、はい、本当にこういうふうに寄り添っていただくと、うん、あ、私って心が安らぐんだなとか、うん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 、こういうふうに言ったら、うん、心が動かされるんだなとか、うん、結構本当にいろんな方とこのミセスオブザイヤーを通して知り合って、はい、まあ、学んだというか、うん、あ、こういう人になって私も自分のトレーナー、うん、インストラクターとしての活動していきたいなという、はい、またそこでのビジョンが本当に見えてきたので、うんうんうん、またそれが活かせるように今後の、ね、活動もね、はい、していく感じになってきますね、はい、生徒さんに寄り添って、そう、はい、うん、本当に寄り添えるトレーナーに、そうですね、はい、確かになかなか自分が経験したことだから伝えられることってあるし、はいはい、その経験したことを語ると相手もわかるから、はい、それがやっぱりね、うん、思いが通じてきて、はい、相手もどんどん変わっていくっていうことになっていくと思うんでね、うん、はい、自分もそうですし、仕事の部分でもそうですし、はい、プライベートでも強くなってね、はい、もっともっとハッピーになりますよ、はい、本当に人間力高めて本当毎日ハッピーで過ごしたいです、ね、いいですね、なんかじゃあ日本大会に向けての意気込みは、はい、はい、もうここまで来たらもう後はないので、はい、それも2回目なの で、うん、でやっと掴んだ、うん、本当念願の日本大会なので、はい、そこでは悔いのないよう、はい、そして、うんうん、まだティアラは1回ももらってないんですね、あ、そうなんですね、そうなんです、今回はこのような賞をいただけましたけれども、うん、ティアラはもらえなかったので、確かに、うんうん、ティアラを欲しいんです、わかった、はい、じゃあ、うん、これどう、ちょっとじゃあもう予祝じゃないですけど、ね、先につけてティアラをもいただいたイメージで、はい、あ、いいじゃない、ね、はい、イメージでイメージで、そう、はい、で自分は、はい、日本大会でね、日本大会でグランプリになり、はい、ティアラをもらいます、はい、もらってください、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございますね、はい、偶然にも今あってね、ちょっと壊れちゃったみたいだけど、はい、大丈夫かな、よかったです、はい、よかった、はまりますね、でも本物は今度はめよう、はい、また撮ろうね、ごめんね、はい、こんなのがありました、ハロウィンなんでね、はい、そうですね、はい、いいですね、かわいい、いいですね、ありがとう、いいです、いいです
ね、本当にね、あの本物をいただきに取りに行きましょう。はい、日本大会だとね、すごいゴージャスなやつなんですよね。高いんだよね、うん、すごいんですよね。本当に重いよね。重いんでしょう ね、きっと、うん、きっと重いんだと思う、はい、つけて帰って、あの、あ、そしたらまたこちらでね、あのご報告できたら嬉しいです。そうだね、はい、あの報告しよう、はい、ね、したら嬉しい。また来てよ、その時ぜひ呼んでください、ね、うん、呼ぶ、取ったら、はい、うん、頑張ろう、はい、頑張ります。よし、のりちゃん聞いてる、意気込んでるよちゃんと、はいね、でも本当にこう自分を出していただけたら、はい、きっといい結果になると思うんで、はい、頑張ってくださいね、はい、楽しみながらそう、うん、楽しみながら頑張りたいと思います。いいと思います、はい、頑張ってください。どうですか、今45分でね、あと5分残りなんですよ。はい、早くないですか。早いです ね、 ね、はい、早いよね。喉乾いたでしょ。はい、あ、でもあと5分は大丈夫です。大丈夫ですか。あ、コメントが来ちゃって、あれですか、うんと、まあ、日本大会に向けての意気込みっていうのも今分かったんですけど、はいはい、これからそのコンテストに出たいかなとか、はい、大丈夫です、行きましょう、のりちゃん一緒に行きましょう私厳しいですかっていう、あの、ね、あのコメントいただいたんですけど、はいはい、一緒にじゃあ私出ましょう。のりちゃんが出るんだったら私も出るわうん、ぜひぜひ、はい、はい、出てもらいましょうね。あ、そう、そういう厳しいですかって。そうそう、あ、そう、あ、違うのか、そっちが厳しいじゃなくって、指導が厳しいですかっていうことかなと思ったんですけど、あ、そっちですね、はい、はい、どうですか。はいあの、でも、あの、その厳しさが、うん、あの、やはり熱い思いがあっての厳しさで、うん、お一人お一人をちゃんとこう見て、はい、その人に合わせた、ね、うんうん、あの愛のある厳しさっていうんですかね。そう、うん、そうですね、はい、うん、なのでただこう怖いとか、うん、そういうのではなくて、うん、愛のある厳しさだと思います。私もそう思う、うん、なので、うん、皆さんね、ファイナリスト、うん、私のようなファイナリストも何かあっても、うん、心が動かされて、うん、やっぱり頑張ろうとか、うん、もうちょっとやらなきゃいけないなという、うん、本当に気持ちにさせてくださる愛がたくさん溢れている統括です。はい、もう本当にありがとうございます。ありがとうございますそういう厳しい意味だったね、ごめんかなと私は思ったそうです、そうです、そうです、間違いないですね。でも、あの、なんだろう、思いがあるからこそ分かってほしくて、うん、ね、はい、あの、もう愛がある、もうまさしくそれです、愛です、うん、愛で、愛だからね、厳しいとかじゃない、全然、うんうん、ね、はい、そうですね、うん、それがきっと相手にもちゃんと伝わるから、はい、みんなすごい成長するんだと思うし、うん、団結力がある大会なのかなって思ってる、うん、ね、私は、はい、うん、ですよね、はい、もう、あの、私あんまり今回ビューティーキャンプに参加できない時もあったんですけれども、うんうん、でもやっぱりね、チーム神奈川最高です。あ、最高だって、うん、だから本当にもっときちん、あの、私よりも出られてる方はもっとそう思ってると思います、うん、あ、いいね、じゃあこれからそういうコンテストに出たいっていう人とかがいたら、はい、ぜひエントリーをね、本当に本当に、うんうん、あの、ぜひ、ね、でもまたずっと神奈川、そうですね、のりちゃんやっていくと思うの で、あの、神奈川大会にぜひエントリーしてもらってね、はい、うん、本当におすすめです。あの、愛がある、うん、ね、はい、自分を成長させてくれる統括なんで、はい、うん、ぜひ神奈川大会にエントリーしてください。またその時にはね、のりちゃんに来てもらって、はい、うん、そうですね、エントリー始まりますとかっていうのは宣伝してもらおうかなとは思ってるので、うんうん、来てね、その時はね、はい、ね、あの、日本大会がね、もう終わったら、うん、もうすぐですよね、すぐですよね、うんうんうん、なんで、なんかこれから何かにチャレンジしたいけどなって思ってる人たちに向けて、はい、なんか一言お願いします。はい、はい、あの、何でも、何だろう、遅いっていうことは、多分チャレンジするのに遅いということもないで、ないと思いますし、はい、あの、私も今回2回目のチャレンジなんですね、はい、なので、うん、何回でもやはりやり直しもできると思います、はい、あとは、あの、
一歩を踏み出すかどうかなので、うん、ぜひ勇気を持って一歩踏み出していただきたいと思います。はい、応援しております。はい、あの私も応援しております。ね、あっという間にね時間がね、はい、あの来てしまったんですけれど、どうでしたか今日は。はい、もうとっても楽しかったです。ありがとうございます。本当にドキドキしてきたんですけど、はい、ありがとうございます。来ていただいて、またね、あの日本大会に向けて頑張っていただければと思いますし、はい、また日本大会でね、あの賞を取ったりしたらぜひまた遊びに来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、すいません、次回は、2週間後の火曜日にまたあるんですけど、その時は、今回神奈川大会の、グランプリを取った方が3名、はいはい、すごい、ここにです、ね、はい、来ていただくんで、私ちょっと端っこにこう座る感じになると思うんですけど、また見に来てください。はい、ありがとうございました。今日はこの辺で終わりになります。ありがとうございました。またね、投票お願いします。